ロシアののの財政難がが深刻だとの記事が先日の本紙に載った。ウクライナ侵攻が長期化し国防関連費の負担が重くのしかかっているという欧米などの制裁によって悪化した経済の回復は困難と見る向きが多いともあったウクライナに関連しロシア経済が苦境に陥ったのは初めてではない クリミアを併合し欧米の制裁を受けた2014年だ年末の記者会見でプーチン大統領は経済危機が制裁の影響であることを認めた上でこの状況から脱出すると表明国民の不安の打ち消しに努めた会見の事前宣伝用映像内では 熊は決して許しを求めないと述べたと伝わる強気を猛獣に例えたかロシアに詳しいジャーナリスト小林和雄氏の近所によればロシア人は熊を好みことわざも多くある2頭の熊は同じ穴に暮らせないは両雄並び立たずの意だそうだ ロシア民間軍事会社ワグレルの創設者プリコジン氏の死亡が確認され1週間が過ぎた搭乗機の墜落についてはプーチン氏が庶民に英雄視されて増長を続ける子飼いを疎んじ排除したとの見立てもあるだが両者は並び立たぬ熊だったのかむしろ同じ穴のムジナだろう